これはやっぱり大きいですね。ああ、回れそうもないかな。200メートル一応あるんやからね。行けなかったのもね、なしかな。ちょっと、時間がないんでね。ほらほら、これもここんですよ。ね、あっこもここんです。あの辺もね。あの辺もここんだそうです。ほんまにここんだらけです、ここ。15分以上かかるかもしれない。車のところに帰るまでね。下手したら20メートル、20分ぐらいかかるかもしれない。行けるかな。おお。ちょっと夏来たで、この辺牡蠣がね、いっぱいなってたんやけどね。歩いてきてる人おんねんわ、これ。こんなんでさ、道ができてます。夏はね、ほんまにほとんどの人が歩いた感じがなかったんだよね。バイクで来ないちゃう人来ちゃったな。あの人どっかで会ったことやないけどね。こんなんですほら、高校生になってるな、真面目な。あら、大きいですね、この。ね、こんなんですかね。こっから。前方こういうふうでございますからね。もともと下水ね、どうあったんじゃないかな、これ。可能性としてどうなんだろうかね。あったかもしれませんね、これね。ね、だんだん豪雨ですね、これね。だんだん豪雨です、ここは。はい、これちょっと回って、ぐっと回ってみましょうかね。回れるかね。現在地、はい。公園風が45メートル。全長が2メートル。ここをね、クローッとね。行かれんかい、これ赤かな。こんなんですわ。やっぱり、やぼなと、やぼやぼ、やぼやぼ、やぼに。ああ、イノシシが穴掘ってますね。これどうやね、いけんの。あの横を回らしてくれたらね、ありがたいんだけど。あれ行かないんかい、これ。こっち、いや、こっちなんか道あるの、こっちには。こっちも道あるんですよね。ほら、こうか。ほら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 。あれこれ行けるぞ、これ。そこはあかんの、こっちは行けんの。はい、行かしてもらおう。これ中、あの、入り口だけ入れたのかもしれんな、これ。こんなんやったら、夏でもね。入り口は草ぼうぼうでね。ね、こんなんです。手が入ってないからね、全く人の手が。こっち、豊富の方になるからね。で、そこからね、公園風の、なるんですね。ここやっぱり基本的にはここに、午後で水当たるんでしょうね。雰囲気としてはね。値段高いね、これ。結構高いね。で、真ん中がちょっと低くなって、ただ後ろの公園風が高くなってんじゃないかね。はいはい。ちょっとね、今日は、ビデオがね、電池切れで、スマホも電気ほとんどないで、切れてるしね、コンパクトカメラでビデオ撮っとるんやけど、30分は撮れるかな、これ。こんなんですよ。え？なんかいっぱいゴミ掘ってあんのか、あれ。ああ、違うな。びっくりした。ここはね、塩粉の方ですけどね、これ。うわ、塩分高いね、これ。これ塩分高いです、ものすご
これ見えるかね、これ1段、2段、3段ぐらいになってるかね。ちょっと弱いから3段ぐらいになってるね。これで この辺からが A 符号で周回しますけど、真ん中にお墓があったんかな、石棺が。行きますね。これはね、どうしても一回回っとかないとね、回ってなかったんでね。なんですよ、もう行きますよ、これ。ほら、ああ、高いですよ。ね、これ人の手で持った言うと大変やろね。ほら、すごいぞ、これ、これ。はい、ずっと回って。回れんのかね、これ。お、そこで行かれへんの？ん？行けそうか。行けそうやね。ちょっと下がゴツゴツしてるんだよね。アルミルですわ。どこ行きますか？行けるかな？ほら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 、これ見てください。こういうふうな、いうふうになってるね。はい、行きましょう。おお、行ける行ける。夏はちょっとね、入り口がね、入り口がすごくね、草ぼうぼうでね、行かれんかって。ここ行けるかな。ちょっと下が緩いんでね、滑る、危ないね。下が、ここね、落ちたら、またはまる。ようはまっとるんでね。お、行けない？ちょっとどうやね、行けるのこれ。お、行けそうやね。もう回れた回れた。ここまで来るとね、いやー、やっぱりね、大きいですわ、この古墳は。あらあら、民家があんねん、ここ。ここいっぱいね、杭をね、売ってあんねんけど。杭を。ここで行きまへんか？今、こういうふうにくると回ってんだけどね。あれ、ここはなんか歩いたことあるの？そこ。勘違いかね。勘違いかもしれんね。車で上がってきたかもしれない、そこな。あ、車で上がってきたかもしれない、そこ。こんなんです。はい、二条段とか、カツラギ団とか見えますけどね、ここね。まだ行けんねやろか、これ。あら。石がゴロゴロしてるけど、あの、拭いた石かな。ああ、これ、イノシシが。イノシシのね、掘った穴掘ってます、いっぱい。もうちょっと回れたらいいんやけどな。回られへんか。あ、さっきここまで入ってきたんや。うわ、イノシシの穴がいっぱい。この穴、イノシシ穴だらけやね、これ。これ。これ。ね。すごいですわ。うわ、すごいことですよ、これ。これが、こういうふうやから、車どこでもいたかね。車はね、ちょうど西側に止めたんだけどね、西側のね、あ、
おお、すごいね、風が。やっぱ大きいですよ、これは。ヒヨドリ、これです、ヒヨドリが。いやいや。斜めになってるからね、歩きにくいんやけど。おお、中ね、中でね、これで右に出口があったらいいのにな。出口ないか。出口ないね。ああ、イノシシが掘りまくってますわ、こう。ね、すごい数おんねやろな、犬しな。ここまで来るとね、そろそろ出口がなかったら帰られへんぞ、これ。一周でどうやら、1000メーターぐらいあるのかな。確かあんねやろ、ここか。もともとこちらの方が豪があったかもしれませんね。ちょっとわからんな、この畑の状況ではわからんな。これどうやろう。あ、さっきね、この横のそのあぜ道をねずっと歩いたから、ここ歩いてないやな。ここで行かれんねやわ。はい、ここまで来れんねやわ。ほれ、ここからね見えるんやけど、あそこにほらで入れでしょうかね。はい、引き上げましょう。はい、よしよし。これ一周回ってどれくらいかかんないのか。最初ミドをスタートしてから20何分かかって、そんなかってんかいな、これ。22、3分かかってます、これ。ここ夏来た時はこう、ね、草がぼうぼうしてたからね、あれはちょっと歩けんな、あの草が。ほら、ここやね、はいはい、そこの古墳ね、はい、そこの古墳なんか分からんねんけどね。何も書いてないやろ。もう古墳みたいなやつだけど、もう全部ね、柿畑になってますからね。はい。